大会にあたりまして、主催者を代表して西山和夫巡回長よりご挨拶を申し上げます。西山巡回長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました西山でございます。本日はこのように多数、ご来場いただき大変ありがたく思っていますが、まあ、嬉しい意味を挙げておりまして、今足りない椅子を用意しておりますので どうかご容赦ください。で、先ほど司会者の方からも紹介されましたように、今日の配布資料のトップのチラシの左下にあるように、非常に長くて言いにくくて聞き慣れないのが会の名称です。で、私たちは略しまして731学位授与の検証を求める会とも呼んでいますが、今日はもっと省略して求める会と言わせていただきます。で、求める会は昨年の秋から相談を始め、今年の1月20日に本日の講師やアピール人らの賛同を得て設立されました。今日の常石さんの講演で詳しく触れ合える731部隊などの医学犯罪は敗戦後間もなくから問題になっていたにもかかわらず、日本の医学界や学術界、今日では科学者コミュニティと言われますが、では検証も反省もほとんどなされないまま今日に至っています。ところが2015年に防衛省の軍事研究費助成制度のスタート、平和安全法制、いわゆる戦争などの成立、敗戦直後に創立された学術会の軍事目的のための科学研究を行わない声明などを法にする試み、安倍政権主導の憲法9条改悪着手など不運級の軍事研究復活の動きがあり、これらに反対する運動も高まりました。その過程で戦争と祈りの検証を進めた有志たちによって明らかにされてきました医学者や医師の偉人道的な戦争家団の過去は、研究者が戦争に協力する時の行き着く先であり、学び現在に生かすべきだということが鮮明になってきました。医学者医師の偉人道的な戦争家団への深い関わりが言われてきたにもかかわらず、自ら検証することもなく現在に至っている京都大学に対して極悪非道の疑い最も強い論文をなぜ医学学室の学位授与に値するとしたかを焦点にして、歴史上初めてともいえる全国的国際的な取り組みを守る会は始めることにしました。このように画期的な取り組みですから、何としてでも焦点の京都大学での開催をということを目指しました。しかし資金不足などの事情でホール1つ分だけの賃借となり、ご迷惑をかけ申し訳ありません。何分70年以上のほぼ空白の時期を経ての取り組みですから、一気呵成にはいかないでしょうし、他にもさまざまな取り組み方もあるでしょう。この講演と集いが大きな第一歩、連帯の始まりとなり、平和憲法を守り豊かにすることにもつながれば願ってやりません。皆さんの熱心なご参加、ご賛同、またご寄付によって求める会の次の第一歩、展望が開けることをお願いして、ご挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いします。